はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今日は理想の書斎作り流賃貸部屋の壁の活用方法についてお話していきます。在宅ワークを快適にかますには壁の有効活用がめちゃくちゃ重要です。毎朝怪獣たちを幼稚園に送り出して、やっと朝の大戦争が終わったな、コーヒーでも入れて仕事しますかと書斎部屋のドアを開けたら、これ床置きのカバン、水の入った段ボール、郵便物は放置。やっぱ帰ろうかなって感じなんですが、家なんでこれ以上帰れません。本当はこの部屋に入れば自然と気持ちが引き締まる、そんな特別な書斎にしたい。30代おっさんって、いや30代男子って、己の限界とか周りの差とか違いとかが見えてくる非常にアンニュイなお年頃だと思っています。慌ただしい毎日に追われちゃって、今日も YouTube 投稿できなかったな、週2で動画出すって決意したのに月2も危ういやん、なんて虚しく思いながら、子供の鼻血つきを布団にそっとくるまる。知らぬ間にどんどん心はすり減っていきます。そんな在宅ワーカーにとって、書斎、仕事スペース、押し入れ、トイレ、呼び方は何でもいいんですけど、ほっと自分を見つめ直せる自分だけの空間ってものすごく大切だと思っています。さて、前置き長くなりましたが、具体的な話に移っていきます。自分だけのパーソナルスペースの雰囲気をガラッと変えて、しかも気分よく過ごせる極上空間に変える、そのための超重要なポイントは、壁をいじれ、壁を生かせ、これだと思います。壁って面積とんでもなく大きいくせに全然仕事してません。まさにウドの大木であります。僕は妻によくデクの棒と罵られます。ということで、早速壁をアップデートしていきます。めちゃくちゃ一般的なありふれた白い壁紙、全然テンション上がりません。そこで賃貸 OK の剥がせる壁紙を貼ってみました。どうでしょう、やばいくらいに雰囲気変わりました。デスクに向かって左側はコンクリート調、右側はダークで落ち着いた色合いにしてみました。筋トレをするときはコンクリートの無骨さを噛みしめながら筋繊維にゆっくりと重力を刻み込みます。読書や考え事のときはダークの方を向いて心をゆったりと落ち着かせます。あ、ちなみにこのスペースはチャンネル登録10万人記念の銀の盾を飾るために開けてあります。今ありがたいことに4000人弱の方にご登録いただいているので、10万人まであとたった9万6000人です。1日5人の方に新しくチャンネル登録いただければ、あと53年ほどで達成できる見込みです。カバンをちゃんと置きたいんですけど、この部屋6畳しかないとです。スタンドとか置くスペースありません。ということで、壁にかけることにしました。賃貸でも使えるフックを取り付けています。物を壁に吊り下げて床置きしないっていう考え方、賃貸でもできると気づいた時は嬉しさで体が震えました。植物や写真なんかも全て同じ方法で吊り下げています。棚を置くスペースはないけれど、お気に入りのものは飾りたい、そんな切ないおっさんの願いを叶えてくれるのがウォールシェルフ先生です。植物、フレグランス、大切な思い出なんかをさりげなく飾れますね。もちろん賃貸 OK のやつです。本の波動を全身に浴びたい、でも大きな本棚は置きたくない、そんなわがままを叶えてくれたのが突っ張り式のフリーラックでした。普通の棚より奥行きは狭くて、背は高くて、それでいて倒れる心配はありません。ほぼほぼ壁面収納のようなものですね。素晴らしい。上のシルバーがどうしても安っぽい光を放っておりましたので、マスキングテープでマットブラックに変身させてやりました。気持ちが高まる写真を飾っています。いつの日かこの流行り病が過ぎてですね、世界がかつての自由を取り戻した暁には、この写真の街に引っ越そうと思っています。ニューヨークです。妻の同意が得られることは一生ないでしょう。あと英語は喋れません。写真のおかげで壁に奥行きも感じられるようになりました。今回このポスターのおすすめの作り方も編み出してしまったので、後半で詳しくご説明いたします。ここからは実際に使っているアイテムを紹介していきます。僕なりにめちゃくちゃリサーチ&厳選&試行錯誤したアイテムたちですので、結構自信があります。全部ネットで用意できます。この動画で実証済みなので、騙されたやでみたいな失敗もないはずです。ご安心ください。詳細は全て概要欄にも書いておきますね。それでは参ります。剥がせる壁紙はドイツの老舗壁紙メーカーラッシュさんのものです。楽天市場の壁紙屋本舗で買えます。いろいろ部屋を作り込んだ後から壁紙を貼るのは大変なので、一番最初にやってしまうことを強くお勧めします。道具セットも一緒に購入できるのでとても便利です。糊はジャガイモ由来の粉糊を使います。とろろのような食感が食欲をそそるとろろろ
とろろのようなとろろのような質感が食欲をそそります。簡単に水で洗い流せますし、乾くともう全く本当に全然見えなくなるので安心して使うことができます。剥がせる壁紙の貼り方はこの動画の最後でしっかり説明しますね。今はとりあえず次に進めさせていただきます。壁掛けフックは全部日系産業さんのものです。細いピンを複数刺すことで大きな穴を開けずに十分な強量を得ることができる。実はこの部屋だけでも合計6箇所日系産業さんのフックを使っています。カバン用の2つ以外にもコウモリランさん、シルバーアンさん、葉っぱの形がすごく可愛いこの方、そしてフォトフレーム。洗濯物を干されやしないか気が気でなりません。ウォールシェルフ先生は無印良品さんの壁につけられる家具棚です。専用フックを壁に取り付けてから棚を引っ掛けます。小物を置くのに最適な棚です。いろんな形があるので飾りたいものに合わせて選びましょう。突っ張り棚は Amazon で山善さんのものを買いました。このスチールの質感がとても気に入っています。水の保管とか郵便物の一時置きなんかも全部この棚一つでこなしてもらっています。ありがとうございます。もともとは本とかペットボトルとか全部ウォールシェルフに保管したくて、丈夫そうな IKEA のフィエルボっていうウォールシェルフを賃貸壁に取り付ける方法を模索しておりました。 2x4 材をディアウォールで突っ張ってネジの下地にしてとかいろいろ考えておりましたが、木材のカットとか塗装とか壁紙との色の兼ね合いとか考えるともうめっちゃめんどくさい。突っ張った棒に棚つけるの嫌やーとか心の中で連呼しておりましたら、突然この山善さんの突っ張り棚でよくねという掲示をいただきました。フォトフレームは IKEA のリッパです。 40cm×50cm のものを使っています。フックはさっきの日系産業さんのものです。ちなみにこの写真ですが、アンスプラッシュという無料写真素材サイトからゲットしました。高画質でおしゃれな写真が探せるのでめちゃくちゃおすすめです。商用利用 OK らしいですが、細かいことはご自身でお調べください。少なくともこうやって個人で楽しむ分には全く問題ないです。パソコンやら iPad の壁紙を全部このアンスプラッシュから探した写真を使っています。即プリというネット印刷サービスにプリントアウトをお願いしました。プリではありません。間違えないでください。フォトフレームの大きさに合わせたカットまでしてもらえて本当にいいサービスだと思いました。今後も時々アンスプラッシュと即プリの組み合わせで気分に合わせてフォトフレームの中身を入れ替えたいと思っています。アートとか写真とかそういう視覚的なものって自分の潜在意識への影響力が実はかなり大きいと思うんです。壁に何かを飾りたいけど IKEA とかに売ってる普通のオシャンティーポスターは自分にとっての特別な意味がないのでなんか嫌。レンタルアートとかいろいろ探したけど育ちの悪い自分にはどうもピンとこない。デジタルアートフレームはさすがに高すぎるみたいに悩み散らかしておりましたが、アンスプラッシュの写真を飾るということで解決できました。行きたい場所とかなりたい人物イメージとかセルフブランドのイメージとか、まあ、何でもいいんですけど、なんかこう自分の心に刷り込みたいイメージを探せばいいと思っています。僕はとりあえずニューヨークの街並みにしときました。圧倒的ミーハー感がまろび出ております。最後に剥がせる壁紙の貼り方についてご説明します。一度やっていただくと分かるのですが、意外にそこまで難しくはないんです。僕なりに編み出した壁張り鬼術則もご紹介しますので、あなたはきっと僕より圧倒的にうまく苦労なく壁紙を貼っていただけるはずです。まず剥がせる壁紙ですが、こんなロールで届きます。途中で壁紙が足りなくなると悲劇ですので、購入するロール数には余裕を持ちましょう。でもさすがに1本余ったらかなり悔しいです。道具セットの方は綺麗に洗って保管しておけば繰り返し使用ができます。準備として、はじめに固く絞った雑巾で壁をさっと拭いておきます。続いて糊を作ります。レシピ通りの分量でぬるま湯とよくかき混ぜてとろみを出します。この糊はなかなか乾かないので全然焦らなくていいです。むしろ本当は水と混ぜて1日寝かせるともっとよく水と馴染んで使いやすくなるくらいです。ちなみにですが、初めに水を入れてからその後に粉糊を投入するようにしてください。順番が逆ですとだいぶ混ざりにくいです。水が先、粉が後というのはプロテインと同じですね。ここをテストに出ます。いよいよ本番です。基本的な流れとしては、壁に糊を塗りたくる、壁紙を上から下に向かって貼る、これを一列ずつ繰り返していくという感じです。特に重要なポイントを説明します。まず糊はたっぷり塗ってください。乾くと全
全く見えなくなるので安心して塗りたくって OK です。壁紙の表が糊で汚れてしまっても全然大丈夫です。乾くと本当に見えなくなります。逆に糊が少ないとですね、貼っている途中で剥がれてきたり、翌日部分的にペロッと剥がれてきたりして、はるかに多くの後悔と手間が発生します。あそこもちょっと剥がれてきてて、僕は今めちゃくちゃ後悔しています。床を汚したくない場合はゴミ袋とか段ボールとかを下に敷くと良いですが、作業しているうちにだんだんどうでもよくなることでしょう。それくらいこの糊は乾くと全然見えなくなるということです。壁紙をカットするときはざっくりハサミで切る、とりあえず貼る、最後にカッターとヘラで壁に合わせて仕上げるという流れにすると良いです。天井側は少し余らせてスタートします。床側はとりあえずハサミでざっくりカットします。その後に天井側床側ともにヘラでしっかりと押さえつけて、ヘラを定規にしてカッターでカットします。ちなみにカッターの刃は常に切れ味マックスを保ちましょう。切れ味が鈍ると壁紙カットがうまくいかなくなります。コンセントとか電気のスイッチみたいな障害物の処理が一番の恐怖ポイントですよね。大丈夫です、安心してください。まずコンセントについては一度カバーを全部取り外してから壁紙を貼ると美しく仕上げられます。こんな感じです。電源スイッチとかドアはとりあえずざっくりとハサミで切り抜く、後からその部分だけ補修パーツを使って綺麗に仕上げるという流れで意外と簡単にいけます。電気のスイッチ部分みたいに手元に収まるくらいの範囲であれば、普通に定規で長さを測って綺麗な形のパーツを作って貼り付けます。ドアみたいな大きな部分は一辺ずつ分けて考えると実は余裕です。慌てず回数を分けて普通の壁の角と同じように処理していけば OK です。壁紙は乾くとほんの少し縮むので、隣の壁紙と1ミリほど被らせて貼っておきましょう。特に濃い色の壁紙の場合は隙間が空くと結構目立ちます。やってしまいました。糊は作業が終わった後も壁が完全に落ち着くまで2日ほどの間はそのままラップでもかけて取っておきましょう。後からペロッと剥がれてきたり少し補修したくなったりする可能性があります。以上の内容を壁張り鬼10足にまとめておきましたので、実行される同士の方はぜひ頭に叩き込んでおいてください。 1. カッターは必ずヘラと一緒に使うべきで単体で使うものではない。 2. 糊とはたっぷりと塗りたくり、しかもしばらく取っておくものでケチったり完了と同時に浮かれて捨て去るものではない。 3. 大きなパーツをとりあえずざっくりハサミで作れ、ロールからそのままカッターで綺麗に仕上げようとすると早々に心が折れる。 4. 直角垂直な壁を狙え、斜めの処理は知らん。 5. 張り出したらやめるな、邪魔されてもやめるな、目的完遂までは。 6. コンセントカバーはとりあえず外せ、外すのと横着こいてそのまま仕上げようとするのでは完成後のクオリティに天地の開きができる。 7. 補修パーツを作れ、補修パーツという考えを持っていれば忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が得られる。電源スイッチとかドアなどの障害物は2段階処理しないと普通にしくる。 8. 常に切れ味マックスのカッターを持て、切れ味が悪いから君の仕事には迫力も粘りも、そして厚みすらがない。 9. 頭は常に全回転、隣の壁紙に気を配って少しの隙間もあってはならぬどころか、むしろ1ミリ被らせよ、壁張りとはそのようなものだ、だって壁紙はちょっと縮むから。 10. 糊汚れを恐れるな、糊汚れは進歩の母、接着の肥料だ、でないと後でペロッと剥がれる、糊汚れはきれいさっぱり消えるから本当に大丈夫。以上です。まあ本当に一番大切なことは部屋の鍵をかけて邪魔者の侵入を許すなであります。今回の動画は以上となります。ご質問やご意見などどうぞ気兼ねなくコメントしてください。このチャンネルでは仕事の生産性アップにつながるガジェットやデスク環境作りについて入念なリサーチと試行錯誤をベースに発信しております。もし気に入っていただけた方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。理想の書斎作りでした。